こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、ジャル旅客機コレクションの、第20番を紹介したいと思います。パチパチパチ。今日は、8月4日ですけども、発売日ですね。ジャル旅客機、コレクションの。いやで今回は、なんと DC-9 です。やったー。かわいいですね。しかもこれは、もともとジャルではなくて、そのジャスですね。ジャスの元前の会社の名前ですね。TDA というのは、トア航空会社ですね。かわいいですよ。ちょっとちっちゃいけどね。まあ、しょうがない。昔の旅客機だから。じゃじゃーんとですね。TDA という会社で。ほら、この塗装がいいですよね。ちょっと、まあ、昭和チックっぽいで。レッドとグリーンの塗装で、人気を集めた双発小型ジェット旅客機です。もともとこの、まあ、DC-8 が、まあ、初代のものですけども、これの技術開発を入れて、エンジンを4つから双発に変えて、で、開発されましたね。で、この後、まあ、合併とかなどによって、名前は DC-9 から、MD の、80です。で、これ、後期機ですね。同じですね。双発機、後ろに同じ機、エンジンが後ろ。ということで、じゃじゃーん、おー、かっこいいですね。このかわいい、この色が。はい、ということで、じゃあ開けまーす。はい。じゃじゃーん、かわいい。はい、じゃじゃーん。ちっちゃい、かわいいですね。おー、TDA。とは国内、こう、航空ですね。いいですね。かわいい。はい、開けまーす。ちょっと待ってください。じゃじゃーん。はーい、DC-9 でーす。おー、かわいい。はい、コークですね。おー、いいですね。本当に、かわいい。じゃーん。で、DC-9 は、まあ、マクドネル・ダグラスの会社が作った旅客機ですね。短距離用の旅客機です。当時あで初飛行は1965年、で生産台数は、976台ですね。機、あとはただ DC-9 の81型は、70年代末に開発されて、TDA は81年から、導入しています。で、8機を運用されていますね。主に国内線です。あとはもう可愛いのこのカラーリングですね。当時の TDA のコーポレートカラーです。DC-9 の、まあ、来日とか、まあ、運用開始に伴って、こういうカラーを、レッドとグリーンが採用されています。で、約7年間このカラーを使われています。コーポレートカラーとなります。はい、さあ、かわいいですね。はい、では、付録写真を紹介したいと思います。じゃじゃーん。はあ、いいですね。おお、ちょっとなすごい。じゃあ、はい、この機体の説明ですね。あとはスペックですね。データ、基本データ。おお、163ですね、席が。うん、あと、1981年に導入され、8機ありますね。はい、ということで。さあ、お、いい、お、ポスターです。おお、いいですね。こういうの好きですね。
いいですね、この写真は。付録写真がいいです。やったー、そのままポスターになります。おー、裏は機内の様子です。イエーイ。かわいいですね、レトロ感ある。お、これさっきの、お、情熱と、お、あとはローカル線、まあ国内線ですね。お、国際のチャーター便もあるんだ。知らなかった。じゃあ、あとはメカニズムの解説です。エンジンもパワーアップ。あとは、そうですね、その後、マクドナルド80、MD80 になりました。はい。あとは、歴代のコピット。はい。では、次は、おー、ほほー、ボーイング727-100 です。これ面白いんですけど、まあ、あまり、ヒットしなかったんですけどね。うん、ただ、幻のボーイングです。727。あ、そうですね、700。国内線最速エンジン、ジェット機です。散発機ですね。やったー、楽しみです。はい、8月18日に発売です。また紹介したいと思います。はい、以上です。アリシチャンネルでした。今回は DC9 の、ご紹介でした。かわいい旅客機。ほんと古いですけど。じゃあ、これ、兄弟ですね。あ、同じ。おぉ。じゃあ、こっちの方は大きいですけど。はい。ということで、チャンネル登録お願いします。またねー。バイバーイ。